久保さん、今回、福田萌子さんにしましょうか。まあ、久保さんはね、まあ、多分見ないと思いますし、あれなんですけど、あの、アマゾンプライムですね、バ,バチェラーみたいなのあるんですよ。<laughs> で、まあ、バチェラー2の、あの、いや、福田萌子シーン僕、僕がすごく、僕がめちゃめちゃ好きだったんですけど、結構ね、何回も見ましたね。3回ぐらい見たかもしれないです。めちゃくちゃ面白いんですけど。で、その、 そ,のそれは、まあ、あのなんか逆バージョンで女性を男性が奪うみたいなね、1人の女性、福田萌子さんっていう人がいて、で男性がこのあの奪っていくみたいな、まあ、物語のあれなんですけども、で最後、まあ、2人になってくるんですよ、最初何,何十人かいるんだけど、最後2人になって、でまあ、その、まあ、企画としては、まあ、最終的に1人を選ぶっていう企画なんだけども、このなんと、なんと、波乱が起きまして、受け取らないっていうね。<laughs> だから、2人からこのお願いしますって言われたんだけど受け取らないっていうね。で、そこで僕、福田萌子さんのその最後のなんかその、あのバチェラーのその、なんだ、最後、その終わった後その会場でなんかう話し合うやつもあるんですけど、そこで福田萌子さんが、私の人生は私が決めるみたいなね、そう、まあ、みんなから、男性陣からね、いやいや、こういう意見があるんですよ。いや まあ一応、結婚パートナーを探してるっていう前提なんですよね。で、男性陣からは、いや、別に、まあ、確かにそうだけど、一回付き合ってみて、ダメだったら、それは良くなかったら、それ別れればいいじゃんと。そ選ばないっていうのは、それ逃げてんじゃないかと。それ逃げてんじゃないかと。<laughs> なんで選ばねえんだみたいなね。そ選ばなかったことに対して、結構こうう、なんか論争するシーンがあるんですよ。ね。選んでくれよと。 <laughs> 選べよみたいな <laughs> で。でそのも萌子さんが言ったのが「いや私の人生は私が決めるの」って言うてね <laughs> で。で、まあ、言い分としては、まあ、私は結婚相手を探してたとただいろいろ考えたけどもやっぱその結婚を考えるとうーんそのなんか合わなかったみたいなね周り,の周りはそう言うんだけど私はそう考えたし私の人生は私が決めるわけだから何 いいじゃないかみたいな。まあ、これって、なんかあるんですけど。でもね、僕はそれを聞いてて、本当にまあ、その通りだなとは思うんですよ。だから逆を言うと、その普通だったら、普通だったら、普通だったら、まあ、すげえ金も、めちゃめちゃ金かもかけてるわけですよ。もうすげえ映像もすごいんですよ。だからすげえ金もかけてるし、いろんなところでロケ行ったりとかしてるんで、金もかけてて。で、 僕が福田萌子さん、まあ僕は女じゃないんですけども、福田萌子さんの立場だったら、いろんなことを考えると思うんですよ。その番組制作に携わってる人は、プロデューサーだったりとか、企画だったりとか、その企画の趣旨も知ってるわけですし、最終的にハッピーエンド選んでゴールインみたいなところが、そこの絵ですから。だけど、それをね <laughs>、それをぶち抜いたみたいな。だから、僕はね、すげえね、あの、すごいなと思いましたね。 普通だったら、それ言えないですよ。普通だったらできないですね、多分。僕でもできないんじゃないかなっていう。だってその番組制作のこともやっぱ考えるので、ね選ばないんかいみたいな。めっちゃ金かけていろんなとこ行ってやって、選ばんのみたいな。 それルール違反やみたいななんかそういうとこもあるじゃないですかルールとしては1人選ぶみたいな話なんだけどもでもねすごく僕は、まあ、あの伝説の,あのなんだあれになったなとは僕は思いますけどね選ばないっていうねで「バチェラー2は」はまあ普通に選んだんですけどだからね「バチェ,レそのバチェラー1」のあれが衝撃的すぎてなんかね「2」はね あんま面白くなかったですね。まあ、その出演してる男性のキャラもそんなに濃い人あんまいなかったんで。いや、あれはね、僕の中ではすげえ伝説でしたね。うめちゃくちゃ面白かったっすね。うん。なんかすごいなと思いましたね。ただからまあ、うん、久保さんが言う通りね、あの昼飯食いたいと思ったら食えるわけですよ。ね。福田萌子さんの話じゃないですけど、自分が決めてやれば、その大体叶うんですよ。うーん。 でそれが身近な飯食うとかだったらそれは,飯,は飯なんか誰でも食えるじゃないですかっていう話でなんかその何すかね非,非難されるかもしれないですけどもでも違う局面違う,うなんだ方向性で見ると結局ほぼ全てのことっていうのは自分で決めてるってことです。 確かに食べるっていう行為は誰でもできるかもしれないけども、その、その誰でもできる行為ですら決めなければ始まんないんですよ。例えば、昼飯をね、牛丼食べようって決め,決めなければ、昼飯牛丼にはならないんですよ。決めなかったらね、決めなかったらスパゲッティになるかもしれないし、決めなかったら、なですかね、えー、定食屋になるか、あの、なんだ、生姜焼き定食になるかもわかんないし、でもラーメン屋行こうとかね、牛丼屋行こうとかね、 えー、自分で自炊しようって決めてやればその未来はそうなるんですよでもき逆に言うとその簡単なことですよね簡単に叶えられることですら決めなかったら何も始まらないっていうことですよねだから松下幸之助さんの場合は思わないとダメだよねみたいな松下さん売り上げ上げるためにどうしたらいいんですかみたいなねまあ今日の僕のブログにもちょっと書いたんですけど松下幸之助経営の神がねセミナーをやっててね 松下さんどうすれば売り上げ作れますかって。そんなのわからんの。<laughs> そんなのわからんと。ただ、売り上げ上げようと思わないと何も始まらんと。みんなポカーンですよね。いやいや,いや、みんな思ってるよと。売り上げ上げたいって思ってる人みんな来てるよと。ね。で、そのやり方が分かんないから聞いてるのに、思えってどういうことやねんみたいなね。で、そこで稲森和夫さんもそこにいて、あ、確かにな、思わないと何も始まらんぞと。 思うってうことはな何かを変える心理だとやっぱ松下さんすげえなみたいでその後稲森和夫さんはすごい業績を残して、まあ、今年亡くなられましたけどもなんですかねまあすごくシンプルなんですよね原理原則っていうのは非常に非常に原理原則シンプルなんだけど実はそのシンプルな公式を複雑化してるのは結局自分っていうでなんで複雑にしてるかっていうと決めないからですね 決めなだから旅行にどこに行くのかっていうのを決めればその旅行の旅行そこの例えば沖縄に旅行に行くって決めてしまえば明確になるじゃないですか沖縄に旅行に行くって決めてるのにハワイのホテル取らないですよねどうすか <laughs> 沖縄に旅行行くって決めてるのにハワイのホテル取ります取らないですよ でも、旅行先決めてなかったらそそ、どこに泊まるか決められないんですよ。だから、決めれば、決めれば決まっていくんです。これ、いいじゃないですか。決めれば決まっていくっていうね。そう。<laughs> だから、福田萌子さんのね、僕は、僕、あの、名言がね、私の人生は私で決めるっていうね、かっけえなと思いますけどね。<laughs> はい。いってらっしゃい。